ジュースジュースの上村あかりです。今日は、ハーフアップをしてくるりんぱをするというヘアアレンジをしたいと思います。では早速やりたいと思います。必要なものはヘアゴムと櫛とあとコテアイロンです。はい、よし、では早速まずはですね、くるりんぱハーフアップをしたいと思います。暑くなってきましたね。よいしょ。あんまりくるりんぱとかしたことないんですけど、今流行ってるみたいなのでちょっとやってみたいなと思いました。いきます。できるかな。これは一発勝負なんでね、いきますよ。よいしょ。この穴が開いてる、見えるかな、穴が開いてるんですけど、その中にこのピヨピヨピヨを通します。なんですけど私髪の毛の量が多いからうまくできるかな。そしたらスプレーで、あ、こんな感じで、よいしょ、はい、はい、OK。 そしたら最近できるようになった巻き髪をこのアイロンでやっていきたいと思います。そうしたらこうストレートでこうするときよりもちょっと凝ってる風に見えるんじゃないかなと思ったのでやってみたいと思います。はい、この時にやけどはしないように気をつけてください。あと髪の毛の量が多い方はまあ、ちょっと多めに、最近はゆる巻きというのが流行ってるみたい。あっちぃ気をつけてくださいね、ある意味本ですから。でメイクさんに聞いたら最近はゆる巻きが流行ってるって言ってたので、ゆるーくゆるーく巻いていきたいと思います。そしてですね、私巻き髪をいつもメンバーの宮本かりんちゃんとか宮崎ゆかちゃんとかに頼んで時々気分でやってもらってたんですけど、ずっと分かんないことがあったのは、これをこうした時にこれこっちに巻くのかこっちに巻くのかどっちなんだろうっていうのがずっと分かんなくて、もういいやってほっぽり出してたんですけど、ついに分かることができて、はい、できるようになったので皆さんに披露したいなと思って今日は巻き髪をやりました。そしてこっちですね。よいしょ。こういつもはストレートが多いんですけど時々巻き髪もしてみようかなと思っております。巻き髪をしたらこうなんか結構なんていうのかな、シンプルな髪型でも凝ってるように見えるっていう
ことを発見したので、いつかこうイベントとかでもやりたいなと思っています。当分ストレートですかね。よし、はい、という間に、はい、巻き髪ができたんですけど、この子がちょっと暴れん坊だな。よいしょ、こんな感じで、はい、出来上がりました。こんな感じですよ。まあ、巻き髪は大変ですね。なんかやってるとずっとやっちゃいます。あ、ここがちょっと嫌だとか思ったら止まっちゃったりとか、こう今流行っているこのくるりんぱっていう技を織り込んで、さらにこうストレートだったら、あ、この子ちょっと手抜きしてるかなって思うことも、巻いたらちょっと凝ってるように見えると思うので、今日はそれを組み合わせてやってみました。こんな髪型なんですけど、あなたもぜひやってみてください。以上、ジュースジュースの上村あかりでした。バイバイ。